おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文雄が今日も皆様にコミュニケーション上の重要なワンポイントをプレゼンテーションさせていただきます。今日は行徳は私の家の裏の弁天公園の弁天様の前からお話しいたします。弁天様はですね、知恵と財宝の神様です。私にとって財宝はですね、お金というよりですね、素敵な友人を連れてきてくれるんですよね、弁天様が。私はですね、お金に恵まれているよりですね、人間に恵まれています。とても素敵なですね、人が私の周りには集まってくれてます。人は宝ですからね、いい出会いを作ってくれるのは神様の作ってくれる縁なんでしょうね。はい、今日はですね、先日からお話ししてきてます、コツ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 勝つというお話の、今日これで最後にしようと思います。東京海上火災のですね、中四国支店のスローガンになってたそうですよ。営業マンがですね、コツ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 とですね、一人ずつお客様を作っていったと。大きな企業を相手にですね、ドカンと一括して取ってしまうセールスよりですね、一人一人営業マンがコツ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 と足に豆を作りながら開拓していったのが本物だというですね、支店長をやられた方がお話ししてました、電話でですね。その方は結局はですね、中四国支店を日本一にして、その功績が認められてですね、本社でほとんど社長の次専務にまで上り詰めて退職してるんですよ。その方がですね、教えてくれました。吉本さんという方なんですけれどもね、その方はですね、やっぱり東大出てるんですよね。やっぱり東大を出るような人はですね、頭がいい、地頭がいいというよりですね、私はご縁があってですね、東大とか一橋大学を出た人と随分お付き合いがあるんですが、共通はですね、コツ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 型なんですよ。コツ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 勝つの生き方なんですよ。そういう積み重ねがあるから、小中高と積み重ねがあるから、あの本郷のですね、まあ日本一と言われてる大学に入れるんでしょうね。そういう方が企業でもコツ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 やるから、ほとんど社長専務にまで上り詰め、定年退職後もですね、エグゼクティブコーチとしてですね、お客様が引きも切らないそうです。体が動く限り死ぬまで仕事が来るから、多分お金には困らないでしょうね。はい、今日はコツコツコツ勝つのお話の最終回でした。さようなら。